HID やったらそこに束ねてんのが束ねてるな、これこれな、はい、オフ、はい、オフになって消えましたね。シャハバ島代わりに作るんだって、はい、ね、わざわざ抵抗のオフしたわけですね。どうもこれ別に外さんでもいいですか。後ろ別に、え、後ろは前だ。でも HID やったらそこに束ねてんのが束ねてるな、これこれは分からん、何やろ。あ、待てよ、なんかライトに行ってるとだけど、ということはあれじゃないですか、この下じゃないですか、指示筋とかずっと点滅するようになってるんじゃないですか、ね、ちょっと見てみましょうか。エンジンでいいですか。え、いや、なんでもいいわ、オンにしてみて、はい、やろう。ほら、点灯してるじゃないですか、ほらオフ、ほら今な、はい、オンにしてんの、はい、で、オフになって消えました、今。じゃシャハバ島代わりにつくようになってるんじゃないですか。違うやん、これ、あれ用にしたんで、ウインカー入れてみて、はい、あれよって何ですか、あれよって。え、何の分岐をしたんだろう。指示器、リレー入れて、はい、アメリカとかみたいにさ、はい、ワンテールみたいな、こう、なんていうの、スモールランプと、はい、連動してると、うん、ウインカーとか一緒になってこうつくようにしたんだ。なるほどね、わざわざ抵抗なことしたわけですね。抵抗だろうな。これ別に外さんでもいいですか。えこれはこれで丸にしといていいですか。はい、ここにねスイッチがあったの、前崎代表は速攻見つけて、横にはないですか、サイドマーク。はい、ないです。あ、ごめん、持ってる、はい、ハザードサイドで、ほんで、さっきのやつ、今、オンリーなさいで、はい、後ろもなんか回ってんのかな。オフにしました。あ、後ろは何もしてる、前だけですね、じゃあ。じゃあもう問題なしで、一旦残しといて、そのままで、ライトに入れておいて、はい、ほんで、ハザードオフ、ハザードオフ、後ろ別に、え、大丈夫ですね、後ろは触ってない、前だけ、前だけ、ありがとうございます、チェックしてます。というわけで、ひとまず指摘を受けたのはこのラジエーター、これなんでダメなんでしたっけ。茶色になってるやろ、はい、ここ樹脂やからな、もう割れる可能性があるよ、はい、これはまあまあすぐじゃないし飛ばさないのは大丈夫やろうけど、はい、でまあね、閣下のご指摘通り、うーん、なるほど、あとは大丈夫そうですか。オイルパンのとこかな、オイルパンのあの継ぎ目のところがもっとな、オイルまあこれあるあるですよね、あるあるやな、僕は平気ですよラジエーターはご指摘通りいずれやるんやったらやりますけど、ライトは今ので問題なし、こうやって入念に職人チェックが入っております。ちなみに前崎代表は内装リペアの魔術師であって別に機関系の人ではないんですけど、こうやって僕を助けてくださるんです、ありがとうございます。本当にやっぱりね、こうやってプロに一回見てもらうと安心ですよね、皆さんね。じゃあこのラジエーターだけは僕で交換します。とりあえずもっかな、こいつだけな、こいつだけちょっとね、これとアッパーとロアのホースもな、はい、2本だけな。じゃあ下から水抜いた後に外してホースも変えて、うん、まだクーラント水凍ってきて入れたいだけですね、うん、だけかな、胃のパックに、うん、
よかった。お、合格が出ました。じゃあラジエーター以外は OK ということで。いいと思う。よかったっす。かっこいい。お、好み好み好みタイプタイプタイプ、これタイプ、えらい気に入ったな、なんか。タイプしっくりきますか。タイプこれハンドル、メカラかなんかのハンドルやったらかっこいいのにな。はい、それは金属のこのウッドハンでもさ、はい、なんかこんな感じな。いや、ほんで昔、良き時代の話だよ、それ、うん、タイプ好きみたいな感じやな。ハマったな、ハマったな、えらい気に入りましたね。こういうの何にも考えて乗れる車。そうですね。もう珍しく僕前作家が当たる車を買ってみ買うことができたようですね。好きやわ。あ、これパワーシートなんや。はい、パワーシート。いいじゃん。運転席だか側だけ。あんまり良くないけどこうやってなんかダワーって乗るわ。うん。こう物を横に置いた時にいいよね。そうですね。ベンチシートはすごいですね。なあ、こうな。はい、荷物僕よく横にリュックとか置けますから。あ、あの SNS で掘ってたやつな。いや違う違う違う。いや、まあまあ掘ったけどこれは掘ってないですね。そっと置けますから。好み好みですか。うん、すっげえ好み。こんだけ言われるとなんかな、嬉しくなる。もうすぐ好みやで。はい、あのリペアちょっとお手伝いくださいね。ダッシュ綺麗。はい、ダクトの部分はちょっと曲がってるぐらいで全然割ればありません。汚いやん。はい、これはもう外そうや。はい、そう思ってます。なうん、そう、ヤフオクでパーツがあればもう変えてもいいかなと思ったんですけど、ないです。いやな、これなんかアフター品やろ。上からなんかやっただけですね。水圧点じゃん。はい、削れれば削るしかないんか。取れるもんですか。上から貼ってるだけやろ。はい、手で剥がせるもんですか。わからん、どこから外してみるかやな。試し外した方がいいけど汚なーなってたらえらいこっちゃ戻されへんみたいな。ああそうか、第一個一部品やってみますね。じゃあ、うん、あかんかったらどうするかな。はい、あかんかったらどうする。うん、ヤフオクで出るのを待つ。待つ。はい、一個ずつ買う。一個ずつ買う。はい、これ下色合わへんの。全部黒やと思うんですけどね。この色やろ。はい、黒か灰色っぽいやつか。これでもどう変えてんのかな。変えてそうやな。これごとで出てってこの中身が実はない。このルーバーを入れてんのじゃん。なるほどね。うん、考えよう。もしあかんかったらさ、はい、作り直ししたいや。はい、最悪そこまでお手間にならんように考えていますので。割れてるその A ピラーだけはちょっと双方ね。タバコ、タバコついとんのかだったな。いや結構多いです。床も落ちてるし、これな。はい、もうそれはもう仕事で使ったんでしょう。プライベートと両方ね。好み、うん、いいやん。お、気に入ってもらう。大好き。よかったっす。早速じゃあ作業に取り掛かりたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。